もうね、今日もバイトばっかり。もうね、本当にね、参ったけど、京都で4万円落としたんで、元を取るっていう気持ちで頑張ってます。バイト最高。今日もサクッと商品紹介いくぜ。ドリアー、ドレアです。ドレア、ほら、すごない？なんか時間によって変わるんですよ、食感が。そんで今までのアイスと大きく違うところは、これね、2つ入ってるんですよ。なんでもしカップルの方がいたら、ドレアおすすめです。ヨーコ、いいだろう、アイス買ったんだ。たけしさん、私も食べたいだろ。ヨーコ、俺はヨーコのことを考えてすでに計算済みだったのさ。ヨーコ見てろ。うん、どうだヨーコ、2つになったろ。あ、たけしさん、うん、って感じで2人でも食べれるっていうお菓子なんです。あ、中身はこんな感じです。モスラの卵、60分経ったらとても美味しいらしいです。知らん、今食べる。あ、あ、なかなか濃厚ですね。抹茶がめっちゃ強い。このドレアっていうお菓子はアイスとしても食べれるし、デザートとしても食べれるっていう、まあ水陸両用戦闘機みたいな感じです。うん、でも本当に美味しいですよ。あの、ぜひ皆さん食べてみてください。60分待てないんで、ちょっと電子レンジで温めてきます。本当にこのマシンで過去に行けるのね。うわぁ、いい感じに溶けた。うわ、うわ、やばい、溶けすぎた、溶けすぎた。これわかりますかね、ねる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 になっちゃった。あ、これレンジでチンしてもうめえわ。なんか京都の味がする。なんか舞妓飯が入ってます。何人かの舞妓飯がすごい、この中で阿波踊りをしてるイメージがすごい強いですね。甘いもの好きの人、ぜひ食べてみてください。じゃあな。